素晴らしい。イエーイ。素晴らしい。入力できます、はい、1回に、はい、何頭か妊娠鑑定する時もあると思うんですけど、うん、みんな空体だった、みんな受胎だったとかっていう時もあると思うので、一括で登録できます、うん、なんでここにその子たちの辞表番号をどんどん入れてってもらうっていう、で、まあ、例えば、辞表番号を入れて、あ、そうです、例えばこう53とかってやったら、はい、53で今18、すごいちょっと適当に1回いきますね、はい、とかこのじゃあこの3頭仮にやりましたってなります、はい、そしたらみんな一緒の場合は一括で登録、はい、で1頭1頭やりたい場合は個体別に入力っていうのをやれば、じゃあ53番どうでしたか、うん、で次へってやったら18番どうでしたかっていう風になっていくので、うん、の方が、まあ、ストレスフリーかなっていう、はい、わかりました、はい、で、じゃあどうやってやっていくのかっていうと、そのまま下鑑定日入れて、うん、受胎状況、うん、受胎、空胎、不明、この3つ誰か選んでいただきます、うん、でそのままあとはもう完了っていうので、うん、やれば保存ができるので、あー、なるほど、これですね、次、過去に妊娠鑑定で判定されたものについて今度登録方法を教えてもらいます。で、うちのナンバーの29番っていうのが妊娠鑑定終了しておりまして、受胎しているという形で、検索画面で、押します。はい、29番出てきました、タップします、はい、はい、で、また同じようにプラスボタンから活動の登録で、はい、今度じゃあ星マークの種付け、星マークの、ピンクの、あ、ありました、はい、押していただきます。で、種付け日、受精日が10月の、はい、11日です。11日、はい、これで、10月の11日をして完了します。はい、で、主流芸名、はい、何か思う、受精卵です。あ、受精卵、あ、なるほど。そしたら種付け方法で、はい、受精卵移植を、受精卵移植、はい、はい、ください。で、購入受精卵、大丈夫ですか、自家受精卵、あ、そしたら自家採卵っていうところが、そこですね、受精卵のところに、はい、で、まあ、ちょっとこれ何つけたかわからない場合は飛ばしだって、飛ばしだって大丈夫です。後から判定した場合に、後から追記で、はい、追記も大丈夫で、先ほどの29番の、実行受精をやったということで、あ、そうです、収入とか今入れなくて大丈夫で、ちょっとわかんないんで、あ、わかりました、はい、了解です。登録、はい、お願いします。で、保存、はい、それ保存です。お、そうなると、先ほど53番の場合にもありましたように、この通りね、いつ分娩予定なのか、うん、作業内容なのかっていうのが更新されて一気にこう出てくれます。そうです。で、この場合もう11月13日まで妊娠鑑定って終わってると思うので、はい、これに合わせて妊娠鑑定の登録をしていきたいと思います、はい。またそのまま右上のプラスマーク、はい、プラスマーク、はい、から妊娠鑑定を、はい、妊娠鑑定、はい、で、妊娠鑑定日11月の中頃で、そうですね、はい、そしたらそこ11月の鑑定日で、日、まあ、ちょっとファームノートを使っていなかったんでわ、うん、からないのでまあ11月の後半、うん、の26あたりにしときましょう、うんうん、はい、わかりました。はい、そしたら
で渋滞だったで大丈夫です。はい、大丈夫です。ありがとうございます。そしたらそのまま登録保存ボタンお願いします、はい。待機状態渋滞、渋滞状態渋滞となっておりますのでこのまんま、保存と。はい、ということで、先ほどね、妊娠鑑定とかいろいろ作業予定に入ってたんですけども、うん、分娩のみということになりまして、あとはこの牛が問題なければ分娩を待つのみとなっております。はい、でもしこの今妊娠鑑定の登録でこれが受胎ではなく空胎だった場合、自動的に作業予定の分娩っていうのは消えます。なるほど、はい。なのでもういらない予定がずっと残ってるってことはないです。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、はい、次は分娩、した牛の登録に移りたいと思います。で、側近で52番の、牛が分娩しております。で、これを登録していきたいと思います。はい、ありがとうございます。そしたらまた同じようにプラスマーク、プラスマークを押すと、はい、そこから、緑の分娩、分娩、はい、はい、で、分娩日を、はい、21年の12月12日完了。はい、はい、ありがとうございます。で、そのまま下行っていただくと、はい、1頭目の情報っていうところが出てくると思います。はい、そこに出産、分娩出産、はい、で分娩難易度、これ自然分娩とか解除必要だったとかっていうふうに選ぶことが、はい、これは解除しました。分かったら、はい、ここに時刻入れてもらう。分かんなかったら飛ばして、はい、大丈夫。まあ11時30分ぐらい、お昼前には生まれてたんで、はい、で、その下、はい、個体識別番号とかいろいろ入れるところあると思うんですけど、はい、生まれてすぐつけないと思うので、はい、ここは後からでも入力可能です。はい、必須の項目がタイプ、性別、品種、タイプ、そう、タイプクリックしていただくと繁殖母乳として残すのか、乳牛で出すのか、乳牛になるのか、選べます。はい、生まれましたのは、オスでございますので肉幼牛になりますね。はい、オス、オスです。で、品種黒毛和種、はい、が黒毛和種になります。はい、しまって、そのまま登録です。はい、このまま登録保存でございます。はい、はい、はい、となると、これの便利なところがね、使ってて今思ったのが便利なところが、どんどん打っていくと次の発情予定とかっていうのが一目瞭然で出てきた。すごいね、ありがとうございます。発情の予定がね、もう出てきたよそうなんです。これ、まあ、この日に発情するっていうよりかは、分娩してから何日後くらいに見つけたい、発情見つけたいですかっていうようなものになります。まあ、こういった感じで、はい、繁殖管理、繁殖周りの登録っていうのをやっていただきたいです。はい、はい、とりあえず今回はここまで、今回はここまでで、はい、今回はですね、本当に基本的な、ファームノートからの活動登録っていうね、初期設定、初期設定ではないですけども、ある程度情報量を溜め込んで、そのアプリをね、利用するために必要な情報をどんどん打ち込んでいくという形でやっておりました。次回はどんなことを教えていただけるんでしょうか。次回は今入力していただいたデータをもとに、ファームノート上でどういうふうに活用できるのか、どうやって皆さんのお悩みにアプローチできるのかっていうのをご紹介していきたいと思います。はい、今回も株式会社ファームノートの湯山さんに、まずは基本的なね、活動登録を教えていただきました。これからロングタイムで、ファームノートからの魅力伝えていきますんで、ぜひ見たいという方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。で、このファームノートから、実際にもうね、利用してみたいっていう方は、問い合わせ先の方、チャンネル下の説明欄の方に記載しておりますので、ぜひ、問い合わせしてみてください。はい、今回も、ファームノートの湯山さんと橋本でございました。どうもありがとうございました。